は、こんばんは、めいチャンネルのめいです。よろしくお願いします。今日は久しぶりにお部屋からです。なんとあの噂のシーンで通販をしてしまいました。ちょっとドキドキなんですけど、中国製じゃないですか、やっぱり会社も中国だし、ちょっと心配な感じあるんですけど、とりあえずワンピースを2枚1000円台でした。どっちも頼んでみました。 3L でね。もうここんとこまた太ってね、どうしようもないね。いろいろ薬試してるけど、あんなんでお野菜なのかね。運動もしてみたんですけどね、なんか全然お腹がへっこまないんですよね。ま、見ていきましょう。よいしょと住所がついてるので、こっちからこの袋絶対破かなきゃられへんよね。厳重でいいんかもしれんけど、シーン、なかなか袋はいい感じですね。かっこいい。 XXL で、堂々ともうメイドインチャイナ。これでよかったらまた注文してもいいんかなとは思ってます。ちょっと畳み方がぐしゃぐしゃやな。シワシワになってるよ。長いな。こんな長かったっけ。ちょっとなんていうのかな、あの普通の布と違ってちょっとボコボコってした感じの布ですね。糸はついてますね。どこで通販しても。裾は、え、これ裾どういうこと。あ、スカート部分二重になってますね。こう透けないようにってことですかね。糸はほこりが糸がほこりが、まあこれはね、日本の会社でもついてます。というわけで、こうか。ちょっと後で来ますね。1点目。よいしょ。2点目。2点目のワンピース。ちょっと明るい色ですね。髪の毛ついてる。こういうのは引きつけますからね、ほこりを。あ、これはつるっとした布ですね。そんなに薄くはないけど、まあ、薄めかな。ちょっとサテンっぽいですよ。そんな光ってないけど。あ、二重縫いしてる。私もようやりましたわ。あ、ここ破れてきそう。ちょっとここ縫い目が、返しがうまくいってないわ。あ、あれですね、一本内側に直線縫いと、ロックミシンがかかるっていうやつがあるんですよ。
2本入るやつもあるし、もう線入らないただのロックだけのもあるけど、これは直線とロックでやってるから、そのロックミシンをブチって切ってるから直線縫いもそこで切れてて、ほんでちょっと破れそうになってるっていう裂けそうになってるっていうことですね。そういうことか。あ、一応もう一回塗ってはあるんやね。どういうこと？なんか左と右の縫い方が違うんですけど、左がこうでしょ？右がこうです。2本塗ってあるね。なんでで、これもシンプルなワンピースです。 XXL ちょっと似てますけどね、さっきのと。という感じでございますね。にゃ、着ていきましょう。行くぞ。はい、来ました。こう V だったんですね。ちょっとね、ポケットがないんでポケットが欲しいなぁと。めっちゃ長い引きずってる。モデルが着てたのはこんなだなって言うけどな。これ二重になってるんではないねんな。私さっき二重になってるとか言っとったけど違うな、一重やね。長すぎて二重に見えたんだな。ちょっとこれ裾を切ったら切れます。一応動くんで腕も。裾を切ったらいけます。はい、これもね、まあお腹目立たないんですけどマーメイド、私マーメイド、ドレス、これってドレスやったの？1000円のドレス。こんなドレスやったとは思わず上はいけてるんですけどね、裾を直さないといけないですね。それがめんどくさい。20センチぐらいは切らなきゃいけないですね。まあね、大きいサイズで選んでるからで長くなるのはどうしようもないのかなとは思うんやけど、ちょっとそれでも大きすぎ。モデルサイズじゃない、これは。一般向きじゃないな、長さが。私が背低いとしても、これ着ようと思ったら、170あらないかんから、170ないと引きずる。170でギリ引きずらない。だから180ぐらい、対象は。太ってても背高かったら着れるよっていう。そう、モデルさんちょっと理想を高く作りすぎじゃない、これ。それがちょっと残念ですね。みんなドレスですね。床掃除しちゃいますよ。まあやっぱ中国ってこんなんなんかな。いや、日本でここまで長いのは通販したことない。いくらデブっても
やっちまいましたね。まあ3000円ほどの買い物なんで我慢するしかないですね。まあ自分で裾直ししろってことですね。はい頑張ります。それでは私ぽっちゃりおばちゃん初の試飲通販はこんな感じで終了いたしました。皆さんも細い人は小さいサイズで買ってみてください。大きい人は背高い人以外は買わない方がいいね、このワンピースは。はい、ということです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた何か見つけたら通販します。それではさよなら。次の動画でお会いしましょう。